クロード・マケレレ・サンダは、今後民主共和国金シャサ出身の元フランス、代表サッカー選手、サッカー指導者。現在は、チェルシー FC で、テクニカルメンターを務めている。キャリアを通して守備的 MF でプレー。中盤の底のポジションは、マケレレのポジションとして、マケレレロールと呼ばれることもある。年に、ザイルにて生まれ、年に、 フランスのサビニーイコールルイコールタンプルへと移る。本人へのインタビューによれば、子供の頃の憧れの選手は、元ブラジル代表のペレ。15歳の頃に、ムランのクラブである US ムランに加入し、リリアンチュラムラと共にプレーした。1993年、リーグンの &FC ナントでキャリアをスタートする。1994から95シーズンには、クラブの UEFA カップベスト4進出に、 貢献した。1996年には、アトランタ五輪に、フランス代表として出場するがベスト8で敗退。その後オリンピックマルセイを経て、1998年に、リーガエスパニョーラのセルタゲビーゴへ移籍。UEFA カップにおいて、リバプール FC、ユベントス FC などの強豪チームを破った試合で、活躍し、評価を上昇させた。2000年にはレアルマドリードへ移籍し、 超攻撃的サッカーを標榜するスター集団の中において中盤の守備を担うハードワーカーとして活躍し2001から02シーズンにはチャンピオンズリーグの制覇に貢献当時のチームメイトから彼こそ俺たちのバロンドールだという最大級の賛辞が送られた攻撃重視の選手が多数プレーする中でイヴァンエルゲラや最終ラインを支えるフェルナンドイエロと共にチームに 不可欠な存在であった。しかし2002から03シーズン終了後、給料の問題などもありサンティアゴ・ベルナベウを去る。もっとも自身は、後のインタビューの中で、自身の仕事に敬意を払われなかったことが問題なので、あり、当時のレアル・マドリードの会長、フロレンティーノ・ペレスに、どんなに金を積まれても、私は出ていくと言ったと述べている。その後、レアル・マドリードは、失点が増加。 マケレレへの依存度が高かったにもかかわらず、彼を評価できなかったペレス会長には批判が浴びせられた。チェルシーで同僚のアレックスと2003から04シーズンよりロシアの赤曜ロマン・アブラモビッチが新オーナーとなったチェルシー FC へ移籍。一石後発シーズンはプレミアリーグ2 UEFA チャンピオンズリーグでは AS モナコに準決勝で敗れるなど、 タイトルを手にすることはできなかった。しかし2004から05シーズンには、プレミアリーグとフットボールリーグカップを制覇。2004年より監督に就任したジョゼモーリーニョから、シーズンの最優秀選手と賞賛を受け、FIF フフプロによる2005年のベストイレブンにも、チームメイトであるフランク・ランパードや、ジョン・テリーラと共に選出された。PSG での負けレレ2008年7月21日。 パリ・サンジェルマン FC がマケルレの獲得に関してチェルシーと合意、同時にキャプテンにも就任した。2010から11シーズン終了後に現役引退。フランスに移住し、同国籍を取得。身体能力の高さを活かした活躍が評価され、1995年7月22日のノルウェー戦でフランス代表デビューを果たす。 2002年の日韓 W 杯に参加するが、出場機会に恵まれず、FW の不調やエースジネディーヌ時短の故障も響き、グループリーグで敗退する。ユーロ2004以降代表から遠ざかっていたが、2006年ドイツ W 杯の欧州予選で、フランス代表は予選敗退の危機を迎える。レモンド・メネク監督の希望により、 ジガン、リリアン・チュラムと共に代表に復帰すると土ンバからの予選通過に貢献する。2006年5月15日、本戦出場メンバーに選ばれ決勝戦まで進んだが、PK 戦の末に準優勝に終わる。W 杯終了後に、地元の TV 局のインタビューで代表引退を明らかにしたが、ユーロ2008の予選でドメネクによって招集され、 所属するチェルシーのモーリーニョ監督を巻き込み騒動となった。ユーロ2008本大会にも招集されたもののチームはグループリーグ敗退。改めて代表引退を発表した。代表引退の記者会見の席でフランス代表としてはメジャーなタイトルを得られなかったことについてはフランス代表のユニフォームを着ることができたことが私のトロフィーだと語っている。現役引退後は フルスのパリ・サンジェルマン FC でカルロ・アンチェロッティ監督の元アシスタントコーチを経験した後リーグアンの2014から2015シーズンから SC バスティアの監督に就任しかし12試合で2勝しか挙げられず11月3日に解任された2016年1月8日に AS モナコのテクニカルディレクターに就任したが同年6月6日に契約解除が発表された 2017年1月12日、スウォンジーシティ AFC のアシスタントコーチに就任した。11月6日、スウォンジーとの合意の下で契約を解除するとともに、ジュピラープロリーグに所属する、カスオイペンの指揮官に就任することが発表された。リーグ再開のクラブを引き継ぐと、シーズン最終戦の RE ムスクロン戦で途中。 投入した、豊川優太が3得点を挙げるなど4から0で勝利。キロボルトメヘレンを、得失点差1で逆転し、クラブを一部残留に導いた。2018から19シーズンは、リーグ12位で再び一部残留を果たすと、2019年6月14日に退任することが発表された。2019年8月3日、監督として招聘されたランパードと共に、 チェルシーに帰還し、テクニカルメンターに就任した。出展ナントレアルマドリードチェルシーパリ SG。ありがとうございます。